なさい。さあ、私はご飯を食べたい。お腹空かない？食べてみよう。それでは。サラダとプリンの。確かに変わんないね、大して。つれぎサラダ、臭くなったらごめんね。いいよん。次は8時からです。マネージャーさん呼んでください。いいよ、これ全部お尻引いて。でもなんかすごく申し訳ないな、臭いってこれに。なんかごめんね。こんにちは。あっちの部屋はあっちの部屋でね、なんかやってる、いろいろ。何してた？リハ？これ。誰？ユーナとかヘイト。ご飯食べます。おいしい。糖が染み渡る。コミちゃん何食べてるのって、何だと思う、この見た目で。何だと思うって、何だと思いますか、逆に。何だろう。え、プリンってわかる？お、プリンにしか見えないよね、うん、逆にコーンスープかなと思う。プリンなんだけど。プリンなんだけど、プリンなんだけど、プリン以外逆になんか他のものに見えたりします？素朴な疑問です。そう、見えるとしたら茶碗蒸し、うん、あ、茶碗蒸しって同じの私も思った。ワンチャン茶碗蒸しに見えるか、コーンスープ冷製。これコーンスープだったらなんか高そう。なんかさ、私全然さ、プリンそんなに好きじゃなかったの、前まで、うん、なんかどんどん好きなもの増えて、めっちゃ好きなんだけど今。ババロアのが好きだけど。焼肉屋さんの匂いする。うわ、焼肉屋さん食べたい。え、焼肉行きたい。焼肉だめよ。え、待って、ね、お野菜来た。え、行く明日。え、ワンちゃん行こ。え、いいよ、行こ。イエーイ。やばいやばい、決めちゃった。OK。 さあ、直しあったじゃん、うん、真剣な話中に押したワンちゃんとか思ってた。おーい。、ね、昨日さ、昨日のさ、ハッピーバースデーのタイミングマジ気まずかったってひなたに最近言われたんだけど。え、違うよ、昨日、あ、ちマジで待ってて。なんか、あの、なんか、うん、あ、何入りた感じ、マネージャーさん仲間入る。え、なんかね、アミちゃんのハッピーバースデーをその投資の全体の直しがあって全員で終わったら電気消すんで、うん、ハッピーバースデーでケーキ持ってきましょうっていう流れだったんだけど。流れとかあったんだ。え、そうそう、優しいだったんだけど、うん、結構昨日真剣な話し合いになったの、はい、スタッフさんからもマネージャーさんからもなんかいろんな方面からなんかみんなで頑張ろうねみたいな。でもそのなんか厳しいお言葉もめちゃくちゃ多くて、ぶっちゃけ厳しい言葉の方が昨日は多くて、だから明日みんなでさらに頑張ろうねって感じだったんだけど、めちゃくちゃ厳しい、ぶっちゃけお説教タイムの時に行きますかみたいに言われて、絶対今じゃない、絶対今じゃないですみたいな、アミがかわいそうだから待ちましょうとか言って、うん、気まずい。絶対お説教終わってみんながシュンってなってる時に電気消えてハッピーバースデーとか、マジで今じゃないじゃん。今の流れドッキリになる。そうそうそう。しかもさ、その後まだそのなんかさ、もうそれで完璧に終わりじゃなくて、その後にチーム K 残ってやりましょうとか、このリクアワの何の曲やりましょうとかまだあって、うんうん、でまだ多分この雰囲気でみんな曲行こうって気持ちになってるから、サプライズはマジ今じゃないみたいなってなったら、なんか、え、でもみんな帰っちゃいますよみたいな、うん、え、帰っていいですよこの雰囲気はみたいな、うん、え、アミとなんか
な、特に仲いい子たちだけでやろうこの雰囲気はみたいな、シュンとしてる中でアミちゃんとかさ、マジで KY じゃん、うん、アミかわいそうだから本当に待ってみたいな。え、でもろうそくつけちゃいました、消しそう、手で1回消したとか、え、マジで4回消したからえ、超長い、うん、めちゃくちゃ長いろうそくだったの、うん、普通のろうそくになったよね。そうだったね、もうずっと何回もこうやって手で消して、手とかプリントとかでみんなでこうやって急いで消して、うん、そうだから K のみんなとコミが待っててくれて、そうで、じゃあ最後 K にしましょうかみたいになって、うん、で小宮山さんでもあれですよねみたいな、いや待ちますよで K 待ってたの、うん、K が曲でやって終わるかみたいになった時に、みたいな、あー、まなかちゃん喋り出した、絶対まだ決定消して、あ、行くんじゃない、あ、まなみ喋り出した、消して消してみたいなめちゃくちゃ長かったね、びっくりしちゃった。5分ぐらいかと思ったらさ、20分ぐらいリハやってなかった、20、30分やってたよね、うん、ありがとうございます。みなこがあみさんのためにみんな待ってたんすよって言って待ってましたえ、でも今日ね、今日はトムさんがサホさんのお誕生日のお祝いをサプライズでしたんだけど、うん、え、今日は私が絶対今じゃないっていうタイミングできたあ、今今とか言っちゃったゆきりんさんのさ、え、今の声がマジで響いたよねあ、いいですよいいですよ先にとか言って、そう、あの結構今日もまたさらに頑張ろうねっていう大切なお言葉をいただいて、みんなでってなってた時に電気が消えて、トムさんめっちゃ満面の笑みでハッピーバースデーって一人で来たよね、うん、みんな、え、今かマジで今じゃないよトムさんって思ったけど、その後にめっちゃサッホー何歳になったのみたいな、うん、続けるやんめっちゃ長いやつじゃん、めっちゃ面白かった、うん、で、ゆきりんさんがで、この曲はみたいなね、うん、で、話し合いもまた続いたみたいな、だから昨日マジで10曲だったってひななに言われて笑っちゃった、うん、あ、そうだったんだみたいな。私マジで3回ぐらいマネージャーさん止めたもん、今じゃないですなのに、え、でもこっちは出す気満々ですよって言われて見たら、ひななとマネージャーさんが笑顔でこうやってろうそくついてるケーキ持ってて今じゃないマジで止めに行った空気をもう、アミがかわいそうだからさらけものじゃん、こんなにさお説教みたいな空気でさ、めっちゃ面白かった。しかも言ってくれてたさ、言ってくれてたその先生みたいなさ、うん、スタッフさんもさ、若干さ、ほんと切れてるっていうかさ、もっとみんなさちゃんとやろうよみたいな、うん、そういうテンションだったから、そこで張ってこられたらマジで地獄だった、うん、なんかあのメンバーみんなめちゃくちゃやる気あって、うん、みんなすごい頑張ってるんだけど、うん、あの全メンバーでやるにはあまりに場所がちっちゃすぎてめちゃくちゃ踏んじゃうのよ、うん、で踏んじゃったりぶつかったりして、あ、ごめんごめんみたいな感じのやつをなんかもっとやる気出そうよみたいな、すごい手を抜いてるっていう風に見られちゃって、うん、そうじゃないんだけどな、でも気持ちでもそうですよね。キムコちゃんかわいい、いっぱいありがとう、嬉しい。で、私だってとある曲でもう本気でやろうと思ってめちゃくちゃ本気でやったら隣のメンバーに3回ぶつかっちゃって、ごめんでも曲中にめっちゃ謝ったやっぱダメだね、当日2杯しかできないのが本当に怖い。もう本当に申し訳なかった、めっちゃぶつかったもん、ごめん。しかもさ、移動中じゃないのよ、一つのポジションで踊ってんのにぶつかんのフフ322日、ありがとうございます。連続配信おいちい、いや本当に明日行こうね、うん、じゃあ朝ごはん食べていかないから、うん。
じゃん。気持ちだね、ワクワク。え、ツービートにして。秘密の会話してました。クリス・ロナウド、シナモンいっぱいありがとう。口隠して言った。でまさかその会話だと思わないよ、きっと。今それ言うんだって思ってた。止めてまで言うって。すっごいくだらないこと言いました、ごめんなささ。コンサートリハの期間ってさ、すごいお腹すかない？うん。スイカーさん、ありがとうございます。なんだっけ、シナモン、クロさん、ポムポムブーニー、ありがとうございます。ワッチー、ありがとう。プリンちゃん、ありがとうございます。黒蜜ときな粉はどっちが好き？どっちとか考えたことなかった。どっちも好き。だから私そんなにどっちも好きじゃない。え？でもなんかプリンが食べたかった。普通に普通のプリンが食べたかったね。私大福にした。あ、大福にしたの？うん。何大福？栗。でもこのきな粉なんかすごい砂糖じみたきな粉で美味しい。甘いきな粉が。私ね、あんまりね、和そんななんだよね。もう洋に偏ってます、うん、キャラメル、チョコ、生クリーム、あんことか黒蜜きな粉とかあるんですけど、だから和菓子そんなに。唯一和菓子で食べるのはみたらし団子とわらび餅。でもわらび餅もつけないです、黒蜜とか。え、そのままがいい。そのままで味がするわらび餅がいい。だからみなさん聞いてください。武道館3 days 終わったら僕の太陽日公園です。じゃあ発表されてる？発表されてる。あ、されてんの？うん。ゆこかんとも、ゆこかんとも会える人いるかもしれないね。ちょっとやばいです。練習頑張ります。かなりやばいです。本当にやばいです。私僕対いつぶりって感じなんだけど。私小宮山さん指名しちゃいました。お願いされたから、じゃあ仲いい人出してくださいって言って、コミとひななって言った。すごい、網の生誕でもないのに。雨の生誕って言われたもん、コミに。雨の生誕だから指名できたもん。うん、6人コミ系だって。うん、仲いい人。ユーズとかでしょ。うん、私友達だらけ。なんか私の生誕って感じ。8月16日ぶり。え、2ヶ月ぶりなんだけど。え、大丈夫？え、本当にやばい。ごめんね、なんか。でも私、あのもう。いっぱいやろ。10月10日だっけ、うん、国体10日出なかったら12月まで公演なかったかも。生誕いつやんの？ね、あ、やばい。これみんな、私生誕12月かも。気がついた。私10月僕隊の10日しか出ないので皆さん見に来てください。
平坦はいつやるの？わかんない。 A でやるの？うん、 A でやる。衣装が可愛いから。そうだよね。理由はただそれだけです。え、でも年内にはやりたい。絶対。私も去年11月とか12月とかって言ったそれ、うん、私去年3月。あと何回生誕祭やるんだろうね。ね。もはやその域だよね。さすがに。うん。で、嫌いなものだけ残す。え？それが美味しいんじゃん。ベーコン嫌い。大好き。ママが作ってくれたの？うん。デトックススープ。あ、これは自分家のスプーンだったので持って帰ります。15分経過した。ありがとう、まさこべ。ありがとう、プリンちゃん。明日やってるよね。水曜やってるでしょ、すがに。この間水曜日だったっけ。後で調べよう、うん、あ、じゃあ調べても意味ないんだよね。行かなきゃ分かんなくない。あ、違うよ、大丈夫だよ。第5今日もすっぴんなんでやばい。いただきます、すっぴん。確かに当たったよって、うん、待ってるね。あ、やばい、見て、ここ見て。かわいそう。明日病院行く。いただきたい。やばい、テープ食べた。ティッシュあるよ、うん、ティッシュとかじゃない、うん、これで濡れティッシュ作るわ、自分で。できた。え、どうしよう髪の毛。私もどうしよう髪の毛。ハーフツインとかしちゃおうかな。あれ美容院行ったんだっけ。と早いね。あ、誕生日前に行きたかったのか。そう。え、どうしよう髪の毛。首はね、あれ、あの、なんか荒れてんの今。めちゃくちゃ荒れてて、やけどしたみたいに皮膚がぐじょぐじょになっちゃって、でさっきマネージャーさんになんかね、なんだっけ、湿疹と虫刺されみたいな薬もらって塗ったらめっちゃ染みて、そしたらもう一人のマネージャーさんが、それは首に塗るやつじゃないよ、今どんな状況か写真撮ってあげるよって言われて写真撮ってもらったら、もうあまりにもグロすぎて、なんかあの、やけどの治りかけみたいな、なんかぐじょぐじょ。私さ、荒れてて、ここがもともとで、染めてたりとかしてトリートメントとか、うん、また金属アレルギーとか汗とかでなっちゃって、今マネージャーさんにつけてもらったんですよ。冷やしてたりとかしたんだけど、もうやばすぎて、明日さすがに、明日早いのか、朝終わってから。いや、空いてる？大丈夫？あ、大丈夫。病院行く、さすがにね。ジャージで擦れて、ジャージじゃないんですよね。結構真っ赤っかで、なんかどうしたって感じになっちゃって。私もここが一時期ありえないぐらい荒れて病院行きました。
なんかニキビができたとかじゃなくてめちゃくちゃ大きいボッコみたいなやつ、ジンマシンみたいなやつ、そう毎日新しいのできてて本当にひどかったの。こんなとこなんて荒れたことなくて、顔じゃなくても首の下ここだよね、うん、でママにおかしいあんたってなって病院行ってって言って皮膚科行ってきました。いつもさ銀座のさ美容皮膚科に行ってたの、うん、はいはいはい、じゃなくてもう近所のガチの、え、私もガチの皮膚科にしようかな。え、そっちだよ。そうだよ、美容皮膚科じゃない、美容皮膚科はニキビ跡とかそういう系じゃん、それじゃないよ。そうだよね、うん、しかも保険聞くよ。そうなんだ、美容皮膚科保険聞かないから調べよう後で。なんかもらった薬ね、うん、効かないのよ。良くなるけど効かない。美味しかった、ごちそうさまでした。やっぱね、普通の病院が一番だなと思います、毎回。そうだね、結局私はいろんな美容皮膚科とかに行ってるけど、ティッシュもらっていい？おー、いいよ。まさかのティッシュだった手を洗う。すごい、セバジーありがとう、ポムポムプリン。え、てこま待って、このイベントって9日まで、うん、789、うん、やばっ、えぐ。こみちゃんは AKB48 で社会保険もらえるの？え、会社でもらうもの？うちらは自営業だから普通に自分で作りに行ったよね、うん、自営業なんでないです、個人事業主だ。タレントは多分みんなそうじゃない、自営業か、うん、会社員じゃない、うん、マネージャーさんとかになったら会社員、会社員になるけど、私たちは所属してるだろう。マサコブラさんとキムコウさんとシーカーさんがシナモンくれてた、ありがとう。コロナワクチン接種してたならイベルメクチン服用をお勧めします。え、塗り薬の話ですか？軟膏じゃダメなの？何の話ですか？もうね、髪色がね1ヶ月ぐらい経っちゃったから抜け落ちて明るい。でもなんかショールームってすごい明るく見える。うん、DH で発光してないのだって、わかんない、そこら辺はわかんないです。なんかみんなはやっぱ私たちよりも大人だからさ、そういうところなんかすごいさ真面目に教えてくれるよね。あ、イベルメクチン飲み薬、何の飲み薬ですか？首？かゆみ止めってこと？かゆみ止めの飲み薬って効くの？たまにもらうよね。もらわない？もらわない、かゆいとこないもん。かゆいとこないって言って今ちょっと脇腹が良くなった。税金のインボイス申請しましたか？個人事業主ってきたんだけど、え、わかんないです、わかんない、自分でやってなくない？うん、難しい、そういうの難しくて、すごいママに教えてもらいながらやるから、なんかわかんないです。大人の方たちに聞いてあれしてる。ただお金払う税金とかは超高いなってことは知ってます。マッサン、シナモンありがとう。リウマチの薬じゃないだって、わかんないな、わかんない、わかんないです、その薬系はわかんない。とりあえず出されたものちゃんといい子に塗ります。超かゆいの、かゆくて痛いみたいな感じ、超痛い、いやー大変。首ってしかもなんか辛いね。でもコミ、ふるさと納税はちゃんとやってます。ふるさと納税もやってない。ふるさと納税ね、食べたいの選ぶの好き。今年もまだ選んでないんだけど、今年はロイズのチョコのやつまた頼みます。もうアイスは絶対頼まないって決めた。なんで？なんか
アイス2種類ぐらい頼んだのね。なんかすごい柔らかくなってんだけど、さっきより。いいの、美味しそう。飲める？うん、ありがとう。ピスタチオとどこに入ってる桜餅頼んだら、あのさ、なんだっけ、ジェラート屋さんとかであるさ、本当にあの大きい業務用のやつボーンってきて、うん、でそれ知らずに2個頼んじゃったから、いただきます。こんな家でこんなのがボンボン、冷凍庫全部埋まって、それで全然食べきれなかった。私で食べきれないってすごくない、うん、あんちゃんがくれた。フレラウトノーゼいろんなとこにしてます。でもお仕事でお世話になったとこにしてる。福岡とか北海道とか。可愛くないこの到着したら手洗いうがい手指消毒、学校みたい。アミが欲しいもくれた。欲しいもあげた。これはファミマで買いました。明日のスケジュールどうだろうね。ね、結局今日の決め次第で、うん、なんかありそう。わかる。欲しいも温めたい派。コミも。コミ何でも温めるよね。うん。例えば欲しいもでしょ。何々を何々したら美味しいよってすごい言ってくれる食べ方の共有めっちゃしちゃう。芋けんぴ好き。あ、芋けんぴ大好き。あんまりならあれの方が好き。さつまんま。さつまんま、うん、何それ。お菓子、あのポテトチップスのさつまいもバージョンみたいな。お芋チップスのさつまいもで甘じょっぱいやつ。さつまんまめっちゃ美味しくない？うん。スタバの芋飲んだ？飲んでない。ルーフィも飲んでない。飲みたいな。あれは飲んだ、ラテ。めっちゃ癖って感じ。あ、チャイラテ？チャイじゃない。分かんない。あの桃じゃない、芋の。芋のチャイラテでしょ。なんかね、癖。え、違う、うん、そう、なんかなんだっけな、あれ。いや、私チャイが癖強くて好きじゃないから飲めないと思った。でも美味しかった。でも、あ、癖だーって感じ、うん、癖ーって感じ。美味しかったよ。癖だけど、ま、マスクがすごいチョレギの匂いする。最悪。私プリンと欲しいも最高え、飲みたい。最近サユは飲んでる？え、毎日飲んでます。サユは水だからね、ぶっちゃけ、うん、簡単に毎日飲んでる。え、ぬるいお湯？温めたお湯を一旦冷ましたもの。ってことは体感温度はお風呂のお湯ってこと？うんうん、ちょっと温かい。もっとぬるい。もっとぬるい。私さ、ぬるい お水飲めないんだよね。お風呂のお湯飲んでる気分になっちゃう。え、全然飲んない。え、だけど私は一旦冷まさないといけないんだけど、めんどくさいからもうただのお湯飲んでます。うーん、あったかいのが好きなの。冷たいの好きじゃなくて、あのさ、冷製パスタとかあるじゃん。冷製スープとか、あと冷たいラーメン、うーん、好きじゃない。だから私そうめん好きじゃない。絶対あったかい方が美味しいもん。あったかいそうめんは好き。だから冷製パスタも温めたくなる。だからこの間真夏なのに、うん、家族でうどん食べに行った時にみんなざるうどんとか冷たいうどんなの、私だけ一人だけ熱々の山菜うどん食べてあったかいうどんじゃなきゃやだ。そう、でも猫舌、すっごい猫舌ではないけど熱々のすぐ食べれます。ちょ、水持ってくる。あ、
ゴミも捨ててくる、うん、ちょっと一瞬曲が来たら分かんないか。これ100キロカロリーだよ、ちなみに。って分かってて食べる。大好き、これ。アミちゃん食べ過ぎじゃない？え、私の何を知ってるの？絶対アミより食べてる。私の何を知ってるの？てかさ、私ね、人にね、食べ過ぎじゃないとか、よく食べるねとか、あんまなんか好きじゃないの。あんま言われて嬉しくない。いいじゃん、頑張ってんだから。だから人の食べる量どうでもいい。でこれ食べます。おつまみかまぼこ。だって私たち今からまだフリーであるんですよ。いや逆に食べてなさすぎだよ、アミ、うん、何も知らないんだね、私が置き換えダイエットしてることに。サラダとスープとかまぼこだよ、やばくない？私プリンとこれなんだけど、ラクサやばいです。みんなどうする？だからこの後レッスンめっちゃ頑張ってくるわ。コミちゃんの食べてる姿が好きだって。いっぱい食べる君が好きみたいなやつあったよね。大好き。え、本当に本当にびっくりした。食べるのが一番好き。体バキバキ。もう何でも願い事叶えてあげるよって言われたら、本当に何を食べても太らない体と、あ、わかる、あの荒れない肌が欲しいです。いや私は本当に、え、なんて言ったさっき、何が欲しいって言った？え、違う、何でも一つ願い事を叶えてあげるってやったら、あ、すべて私の思い通りに行く世界がいいです。願い事10個に増やす並みの答えだった確かにね、うん、でもそしたら驚きとかないよ。驚きと感動がないよ。だって全部自分が思い描いてる世界だから、全部知ってんのも自分は結末。
や違う、例えば確かに、いや違うよ違う、例えばじゃあもう絶対に手で届かない大スターと結婚したいと思うじゃん、うん、でもさそんなんできるわけないじゃん、うん、今の自分だと、うん、でも自分がその想像してた世界に絶対なるんだったら、うん、その付き合えるじゃん、結婚できるじゃん、うん、そっから先はもう自分通り、うん、付き合えるよっていう約束だけやって、最終的にはあなたと付き合います、でもその後にさ離婚とかさ喧嘩とかさいろいろあるやん、それはでも自分の思い通りだからそういうのも起きないってこと？いや起きるよ、起きんの、うん、毎回毎回想像すればいいの、今喧嘩したいなと思ったら喧嘩して仲直りしたいなと思ったら仲直りしてもう妄想してな、ずっとママが名言言ったよ、妄想はタダだからただで幸せになれる唯一の方法って言ってたよ、妄想めっちゃおもろい、一人で無料でいつでも幸せになれるって、確かに、だからママは妄想大好きって言ってた、かわいい、ママ妄想するんだ、上手するね、何をするのママ妄想、私のこと勝手に妄想してるどういうこと、どういうこと、はるかはここでこう言ったの、言ってないけど何みたいないや勝手にママが妄想しただけとか、どういうこと、どういう状況で、もう本当にね顔赤くなっちゃった、真っ赤だよ本当に、言うの言ってないのに、なんか私が今日仕事でこういうことあったとか、ゆずちゃんこういうことなんか言われてなんかちょっとなんか悔しかったみたいな、もうあんたのことだからはって言い返したんでしょみたいな、言い返してないよ、なんでそうやって言い返したって勝手にいつも決めつけんの、うん、ママがこう言うのかなと思った妄想ママが思ったこと妄想で言っただけだから気にしないで、やばすぎ、プラスな妄想はいいけどマイナスな妄想しないでっていつも喧嘩になるもう何でもだよ、全部私の言ってないことを全部、はるかはここでこうやって言ったんでしょとか、こうやって言ったらどうなるのとか言って全部、面白い、でもそれがあんま前なんかねプラスなことじゃないの、マイナスなの、え、なんで娘をそんなマイナスなことであなた妄想できるの、めっちゃ面白いんですけど、ほんと癖強いよね、イカゲームが一瞬頭から離れない、うん、勢いすごい勢いすごい、私のママって、ね、勢いってじゃ、ね、イカゲーム好きなんでしょ、イカゲームのイカってどういうイカ、どういう意味とか、ほんとこれだよ、アミに、アミが泊まり来た時この間もねパパと私のママの3人でドライブしたので、ドライブした時にパパ運転してるじゃん、で私は後ろで普通にママとパパの会話聞いてたので、ママはずっと窓見ながら、ねえ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 見て、あれお姉ちゃんがこないだ乗ってた船じゃない、ねえ見てね、早く見て見てるパパもあっちも見てるよ、見てる、めっちゃ面白い、どの船か分かってんの見てる勢い強い一回で分かるから、めっちゃ面白いんですけど、ママ好き、うん、てかなんかコミンチで話すとさ、うん、なんか絶対ママも知ってるよね、あの私たちのさ なんていうのメンバーのことめっちゃ知ってない、私以上に知ってるだから話が合いやすい、うちはさなんかこう一回一回説明しなきゃいけないんだけど、コミのママは何でも知ってるからだよねーみたいなあんた明日アミちゃんの誕生日だよ知ってる、あれアミちゃんの次の日は誰だったっけな、誰だったマジ最高、うん、家族ラインもいつもママがボン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 送ってきて、それに対してお姉ちゃんだけしか返信しなかったの、なんだっけの洗濯機のえ、なに洗濯機のえ、なんだっけ洗濯機の話、私とママが初めて洗濯機を回すみたいな、うん、ママが家にいなくて、うんうん、なんだっけ、なんだっけ LINE で終わらせたよね、なんだっけえ、なんだっけ、もう毎日なんか話しすぎて何話したか覚えてないどれだっけ、なんだっけ、めっちゃ面白かったんだけど、なんだっけ、え、なんか
洗剤だっけ。あ、そう。ママになんかどうやって洗濯機すんのって、うん、いやまず洗剤入れてって、うん、で私がなんかその洗剤みたいなやつがいっぱいあったからどれって写真送ったの。したら洗剤って書いてあんだろってきてはーいみたいな。で裏見て洗剤漂白剤みたいな、で香りみたいな、これって洗剤のやつ送ってそうだよってきて、いやそれをキャップ1杯ってきたので、キャップ1杯のキャップが本当になんかめっちゃちっちゃいキャップだったので、これって送ったらなわけねえだろバカかって LINE で怒られた。あの詰め替え用だったんですよね、私が見てたのが。そもそも詰め替え用なんてこんなちっちゃいキャップだったの、こんなんで足りんのと思って、なんかコントを見せられてる感じ。私がいちいち写真送ってキャップだけど超ちっちゃいやつをえキャップってこれなわけねえだろ、はい、めっちゃ面白い、詰め替え用って書いてあるだろ。ほんと面白かった。違うよじゃないの、なわけねえだろバカか LINE でいちいち LINE の文章で送ってんだよバカかってなわけねえだろってすごくない、文章で送ってんの、うん、やばい。違うよの方がさ、違うだけでいいのに。あーめっちゃ面白い、笑った、今でも笑っちゃう、うん、あーそうですかって言って、私がこれって、しかもさ私とママの LINE の量がさ9対1ぐらいなの勢いすごいの、なんかママ喋ってんのかなみたいなさLINE で喋ってる。もうでもさ、くったらない LINE もめっちゃしてくんの。なんだろう、なんかね、ねえねえねえこれ見たって言って、 LINE ニュースの星野源さんと新垣さんの結婚の、うんうん、スクショ送られてきて、びっくりじゃないすごいね、逃げ恥こんだよ、すごくないって。なんか違う、見た、終わりしかもさ絶対さ LINE ニュースでポンってくるじゃん、うん、それ見て、うん、って言ってスクショしてすぐ送ってる私に、うん、共有したいんだね、共有したくてしょうがないの。え、だし私が仕事とか終わって帰るじゃん、うん、私の部屋のソファーでこうやって私がその日会ったことを話すまで待ってんの、かわいい。で、何で、なんで私の部屋いんの、話したい、ママかわいい、別に私話すことないみたいな、え、ママは聞きたい、聞かせてよごめんね、でもねそれはかわいいなって思ったのがあって、で私が話を追いつくすまで帰んないから、本当にかわいい、本当に帰んないの。1日会ったこと話すってこと、うん、うーん、で朝の6時とかに私が寝てたの、うん、ママ5時ぐらいから起きてて、でも自分のやること終わったんだよね、洗濯とか朝ごはん作ったりとか終わって暇になったのよ。そしたら私の部屋に来て、私寝てんだよ朝の6時前です、5時50分とか、うん、こう寝てたの。そしたらなんか違和感と思って足見たら、ママが私のこう、なんか私ね、なんでかあのこのさ右をこう足立てて左を普通に下ろしてこういう状態に寝てたの。したらママがここにこうやってなんか抱きしめてたの足を、うんうん、起きたら、うん、何みたいな、うん、本当に申し訳ないんだけど、うん、5時50分に娘の足抱きしめて起こすの何と思って、何って言ったら、話したい、5時50分に一日中一緒にいんじゃん、何の話するの。そう、あ、それなんだ、特にないんだこれねえ、何さっきの会話全部これね。おー、いい、水飲んだ時にそれはないだろう。それはそれはないだろう。全部これなんだけど、うん、で、ね、話したいみたいな、うん、
でも時計見て5時50分で寝てるたのにわざわざ起こされて、私だって起きるのに、起きてからでいいじゃん、うん、そう、私と話したいがためにこの人私を起こしたのか5時50分にと思って、うーん、後でいいよって言ったの、うん、ごめんなさいって言っていなくなったこうやってやってたんだよ、私の足にこうやって、かわいいね、話したがいい、パパにやって、確かに娘じゃな、確かにパパに話したいって、うん、パパにやってきな、ごめんなさいって手の位置やばくない？私たちいると気づいてる、お金だけもういいんだよ、さっきボイーンってやった、見られてないと思って誰やね、なぜちゃん、ごめん、なぜ押さえてんの、ずっと面白い、え、だからなんかママのそういうところを見てるから、人に甘えることに対してそのなんかアミとかひななとかねえねえみたいな機嫌いい時に甘えるやん、うん、甘えるのに対しての抵抗はない、うんうん、ママがそうだから、マママジ面白いね、うん、え、だってさ、アミが泊まり来るじゃん、うん、でアミと起きて朝ごはん食べるじゃん、うん、当たり前のように隣の席に座って3人での朝ごはんが始まるのえみたいな、当たり前のように仲間に入ってるよね、でも仲良くお話できて楽しいしかもさ、私よりママのが喋んのよアミちゃん、イカゲーム好きじゃないの、何見てんのにとか言って、私も分かってないで、みたいな、でも本当にあと本当にママに直してほしいところは、私が寝てる時に見てるかもよ、多分見てるちなみに多分見てますえ、寝てる時にね誰って、うん、この勢いで来んの、うん、走ってくんのよリビングから誰みたいな、で、えみたいな、え、遅刻したみたいな、寝坊って思うじゃん、その勢い、うん、もうさ、10時に家出るって言ってんのに11時だったみたいな、はいはいはい、そのテンションで来るから、はい、え、なになになにみたいな、うん、したらマジで朝の6時とかに、三浦春馬さんと桐谷美玲さん結婚したんだってよ、うそもう知ってるし、そんなのみたいな、特に有名だよ、遅いよ逆に、知らなかったんかい、内容が本当に時事ネタなのよ、芸能人の別にね、私関係ないの、いや峯岸さん結婚したってとか高見野さん結婚したってとかだったらへーってなるけど、桐谷美玲さんと三浦春馬さんはもうそりゃファンだけど、好きだけどね、みんな好きじゃん、うん、そんな家族のことのように反応しないで、めっちゃ面白すぎる、でもなんか想像できる、うん、走ってくるからね、自分の部屋から扉バーンって開けて、面白い、うん、だからママにすごいね、自立してみたいな、うん、もうあんた自立しないとダメ、一人暮らししなとか言って私の物件を勝手に送ってくるわけ、調べてなんだけど、え、私が一人暮らししたらママ本当に孤独死するよ一人でずっと喋んのって、あでもね、一人でずっと喋ってんの、ドラマ見てそれはないわって私が配信してる時にママしかいないのにめっちゃ喋り声聞こえてくるの、やば、あ、三浦春馬さんじゃない、ごめんなさい、三浦翔平さんです、この勢いで名前間違えましたごめんなさい、峯岸さんはご結婚されましたよ、うん、今 LINE 来てそう、三浦翔平さんだよだってさ、なんだっけな、コミンって言った時にさ、コミンにさ、タワーのお礼したいからさ、ちょっとさ、ホワイトボード貸してって言ったらさ、うん、扉が5秒後に開いて、ホワイトボードこうやって、そう、無言で、あ、ありがとうございますとか言って、で次はなんか、ね、コミンお水飲みたい、お水ちょうだいって言ったら、配信2人で家でしてる時にね、そうそう
こういう感じで、お水飲みたくなっちゃったって言ったら10秒後にママがお水持ってきて無言 で、ありがとうございますえ、前めっちゃ面白かったのが、うん、なんかお誕生日とかですごいみんながタワーをくれたのね、うん、でも私がその喋っててタワーがどんどんくださった方の名前が下に行っちゃって見れなくなっちゃって、うんうん、え、どうしようみたいな、うん、タワーのお礼まだできてないのに誰がくださったかまだ分かってないみたいな時に、うん、ママがくださった方の名前を全部メモした紙を扉のドアの下からこうスススススッって出してやばいコンコンって聞こえて見たら扉の下からこうタワーに誰がくださったか名前書いてやつがスー優しすぎるだろいやだから本当に私はママがいて成り立ってます、うん、でも私がこうなのもきっとママの影響だから本当に過保護の過保護あったじゃんドラマで放送された時に家族で見ててパパとお姉ちゃんがもうこれママとはるかじゃんお姉ちゃんにはしないの。へお姉ちゃんは本当にもうめちゃくちゃ昔から自立してるからそういうのない。だってさあのコミが多分一人暮らししたらえママ毎日来ると思うそ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 う住みつくのよ意味ないんだよ一人暮らしじゃないの二人暮らしえだってそれも今日ご飯作りに行きたいだってあんた掃除できないでしょみたいな、うん、もうママが結局掃除しに行くことになるんだよみたいな。でママいちいちその実家からはるかの一人暮らしの家まで通うのめんどくさいな、二人暮らし用の家探すかって言ってやば一人暮らしじゃないのよってなったら実家に残るのパパだけなの。かわいそうなのよ。かわいそう。でその会話をパパが聞いててなんで俺だけ置いてくんだよ俺も行くよ。それはただの引っ越しなのよ家族総出のもはや東京に住んでえそうなのよそれはもう普通の引っ越し一人暮らしじゃないの。面白いね。面白いでしょ。物件ね。でもさ、リオンと離れられない。いや、そうなんだよね。私も。ね。だからといって一人で犬を育てられる余裕もないじゃん。ない。不安になっちゃう。なんか私だけがリオン見てたら、もうなんか大したことなくてもすごい不安になる。ベロ出してハーハーしてたらそれだけで病院連れてきたくなるね。わかる。ベロ出してる。どうしたの？鼻水垂れてる。犬って鼻濡れてるじゃん。濡れてる。でも鼻乾いてんの良くないらしいよ。うん。夏乾いてんだよね。濡らしなよ見て自分で、ほら、なんかリオンがさなんかちょっとテンパなの、うん、あーリオンがテンパなのってさ私似ちゃったんだよね。私もテンパだからさってテンパじゃないんだけど結構うねってんの髪の毛が、うん、私もめっちゃうねってて、でもうねってる私ストレートする方が大変みたいな話をしてたらママがえそれ私に似ちゃったの、私に似ちゃってかわいそう、リオンもそうリオンは違うよ、今のリオンもそう、めっちゃママにそっくりリオンもそうなの、違う違う、リオンはママから生まれたわけじゃないの、ちなみに犬なのよ、しかも髪の毛じゃなくて毛なのよ。なんかさたまにさコミとママさ何ママがあだからそうだよ、ママがうわーってなったりするとさ一人でさスンってなっちゃったりそうそう本当にそう、私もそう、私が一人でうわーってなったのに隣一人でスンってしてるからそういう状況になるよ、うん、
いやあまりにこう私隣の人がテンションを上げられるとスンって感じで見ちゃう。一緒に上がってきたい。いや一緒に上がれるの誰だろうって考えた時ランちゃんだったんだけど。へえ。なんかランちゃんって一緒に上がれる。ひなのはなんかもう頑張って上がってるやん。見てくる。TikTok 全然撮れてないし、インスタも全然撮れてない。撮りたい。なんか久しぶりに前髪長いのもやりたいなって気持ちになってきちゃった。それはネクステってこと？前髪？あ、伸ばそうってこと？どう？いいと思うよ。てかさ、ちょっと一回オフにして。
なんかたまにさ前髪なししたくなる。でもこの前髪斜めにしたいの。このかわいい。これってでも意外にむずいよね。今どれぐらい長さなの？全然普通にあるよ。パッツン。私切っちゃったから。いや私も普通にあるよ。でも巻くじゃん、いつも前髪。私あんま前髪巻かない人だからさ。私前髪巻かない人だよ。そうでしょ。ひななはなんであんなに今日お腹出てんの？セクシーだね。ひななってずっとうろうろしてない？ね、ひななってね、まずずっとうろうろしてんの。しかもうろうろの仕方がなんかうほっぽいのよ。なんかわかる？なんであんなになんかこんな感じだ。面白い。ひななさ、なんかまず座んないの。私が座った時に、なんかこうろちょろして一周してなんかちょっと話して、であっち行っちゃうのね、うん、でまたあっち行ったなと思って、また帰ってきて携帯いじって、もう一回うろうろして、うん、次違うとこ行ったりするから。本当にここの前来るの4回目。アミがここ来る前もう2回ぐらい来たの。マジ？だから誰か探してんのかなとか、アミちゃんいたよって私に言いに来たのかなと思うんだけど、ただうろうろして帰る。ここの前って何も用事ないとこなのよ。面白いね。あ、ディズニー行きたい。ジャンボリミッキー。え、それしに行くの？ジャンボリミッキー。いいよ、やってて。動画撮ってあげる。じゃあ4人で行こうよ。え、これ？この日？うん。え、本当に行こう？いいよ。え、じゃあ誘おう。いや、めっちゃやりそう、全力でランちゃんとか、うん、じゃあ3人の動画で神さんもやりましょうよ。ダハハハハって笑うよ。なんだね。ランちゃん、うん、動画撮っててあげるって言って。え、絶対逆に小道さんやってない方が恥ずかしくなりますよこれ。いいよ、やっててやんな。大輝くん、かねっちシーカーさん、黒がいっぱいくれてた、ありがとう。シナモンと、シナモンランちゃんのモノマネです。髪伸びんの早、ほんとに。私も伸びたって言われたね。切った？ちょっと。うん、あれから？うん、切ってない。私も切ってない。なんかこんぐらいにまたしたいなって気持ちもあるんだけど、朗読劇がツインテールだったんですよ、うん、だから伸ばしてる。これぐらいのツインテールってちょっとさ、本当にこういう子になるやん、うんうんうん、それはちょっとね。でも今ぐらいの長さ意外にいいかもと、うんうんうん、と私もなんか長すぎるより今ぐらいの方が軽い。軽めです。じゃあ10日の僕対前髪、これしよう、久しぶりに。ねむねむ。今日夜配信はしません。私も多分しません。私どんぐらい配信したいんだろう。あ、1時間経ったよ。もう1時間さっき、もう2時間半ぐらいやってる。アミはやってない。やってないって。私はやってるかも。そろそろ昼と夜で髪型変えますよ。あー、10日ね。やばいよね、2回公演って。どうする？頑張れる？頑張ろう。頑張れる。でも練習する時間なすぎて本当に寝れない。お尻、ね、引いてないじゃない。ね、ちょこかしよう。お尻痛くなってきた。お尻痛くなってきて、なんで交換すんだよ。これがさ、出っ張ってるから。なんでこっちで座んないの？確かに。え、こっちにしたい。あなた引いてないじゃない。僕体見てファンになりましたって。嬉しい、ありがとう。あ、川崎達也さん。え、高谷？違うよ。え、もうファンの方の話かと思ったわ。有名な方？うん、高谷だっけ、川崎高谷。
私全然疎くてさ、芸能人とかに。歌が上手い人。あ、そうなんだ。会いたい。なんかカラオケ行ったらさ、何歌うとかある？いつも。うん、カラオケ行かない。私も行かない。会話終了。でもさ、行こうとかなるじゃん、家族とか。なんないなんない。私家族めっちゃなんのよ。でもなんか私カラオケは好きじゃないんだけど、なんか歌が上手い人とカラオケ行って歌ってほしい。それをなんか見てるだけでいい。いや私はね、男の人が歌ってるとこ見たら弾いちゃう気がする。どういうこと？偏見すぎるやろ。でも歌が上手かったらよくない、うん、でもそれもあのなんか ニッシーさん、うん、トリプル A さんのニッシーさんとか、あの赤西仁さんとか、あの藤ヶ谷さんとか、その甘い歌声で余裕な感じで歌って歌が上手いだったらいいの。なんかカラオケで男の人とかにうわーみたいなやられたら絶対ドン引く自信ある。マジで。やめて。これね、なんで男の人の話になったかというと、これ本当に見ていないでほしいんですけど、打ち上げでなんかたくさんのね、スタッフさん、メンバーでいる中でカラオケがあって、スタッフさんが歌ってくださったんですけど、男性スタッフさんがめちゃくちゃ本気で歌ってくださったのよ、一曲で。めちゃくちゃ上手だったんだけど、私はドン引いてしまって。めちゃくちゃ上手だったんだけど、めちゃくちゃ真剣にガチで歌ってて、めっちゃおもろいじゃん。私ダメなんだってなった。だから多分行かない方がいい、あんまカラオケ。うん、しかもそれが上手くて。パパは歌上手いです。でもパパはそんな頑張って歌う系じゃないの。さらっと歌う系。なんかそう、ちょっとね、女の子が歌ってんのは全然見れるんだけど、ああ私もし蛙化現象というものがあるんだったらここでいつかなってしまう気がすると思った。カラオケ私無理だってなった。うん、ミュートして誰か言いたい。
ございます。爆笑しちゃう、すいません。あー面白い。ヤミが水飲んでてね。ね、本当にやめて。わざとでしょ。え、違うよ、そんな洗うと思わなかった。水飲んでる時になんかこの人を追い込んできます。そんな洗うと思わなかった。そんな面白い話してなかった。入っちゃう、そこにする。笑いすぎです。だってこの後どうしよう、もうテンションそれじゃない、うん、もうバッキバキのダンスなんです。この後2曲続けて、あーテンション持ってかないと。でも頑張ろう。面白い。あ、明日のレッスンも不安だったけど、私ねこの間やったんだそれ、うん、だから大丈夫な気がする。先生いつもの人だよね。子の方、子の方だと思う。大好き。確かに。うー、今お尻痛くなってきた、うん、笑いすぎた。あ、そろそろ始まりそうだよ。ランキング読もう。あ、ごめんなさい、ランキング読みます。13位、夏菜ちゃん。え、合ってるよ、ね、千秋。12位、あ、変わった変わった。10歳、みくちゃん。千秋。12位、ためちゃん。ドジマムテキさん。11位、プロちゃん。高坊。10位、くるりこさん。モアイさん。9位、たっくん。タクト。8位、としくん。いさおくん。7位、まさくべさん。お茶っぱタイム。6位、まっさん。え、なんて読むんだよこれ。3、3なんとかや善次郎さん。私もその方見たことある。読み方がわからない。4位、大輝くん。あれ5位いった。5位、クロさん。5位、クリス・ロナウド。4位、大輝くん。シーカーさん。3位、クロ。スガジー。2位、シーカーさん。マサコビャ。1位、キムコ。ただいま、おかえり。ジーワッチー、ありがとうございます。うん、そう、20時からなんだけど、そう、前のレッスンが押してるのか、まだ呼ばれないけど、多分呼ばれそうなので。え、笑いすぎた。楽しかった、面白かった、ね。ではまた明日。はい、プリン食べたので消費してきます。夜まで頑張ります。頑張るぞ。またね。バイバイ。